皆さんこんにちは、 JA ミユキヤの山内です。今から専科タッチパネルの操作方法を説明します。これが専科ラインのタッチパネルです。このタッチパネルを使うことで生産者ごとに仕分けが行えるようになっています。これが専科タッチパネルです。これが荷受けタッチパネルです。荷受け画面のこの部分に今から専科ラインに流すコンテナの生産者番号が表示されています。これを専科画面の生産者番号の部分に入力します。生産者番号を入力してからトマトをバケットに置き始めます。コンテナのトマトが終わったら手前のレーンに出ているカメラで弾かれたトマトをもう一度バケットに乗せ再検査します。すべてのトマトを流し終えたら専科画面にコンテナの数とコメントを入力して荷替わりボタンを2度押して OK を押します。専科画面で荷替わりボタンを押したら荷受け画面で専科開始ボタンを押すと次の生産者のコンテナが手乗せ作業場に移動していきます。生産者番号を間違えないように専科画面に入力し荷替わり処理をしてから次の専科開始ボタンを押すのがポイントです。以上で専科タッチパネル操作方法の説明を終わります。